やってきました、ユニバーサルスタジオジャパン、ねずっとまめちゃんです。僕今日友達の3歳と6歳の子供と一緒にユニバに来てるんですけども、おそらくこれから子連れユニバする方もいると思うんですよ。だから今日はユニバを楽しみながら子連れユニバの基礎知識をお伝えします、イエーイ。だからね、だからぜひこれから子連れユニバする方はこの動画を参考にしてください。あとちろんですね、このように TV はこれからもユニバのいろんな情報をお届けするので、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきます。ゴー。そしてまずは手荷物検査なんですけども、今のユニバは入場ゲートでクルーさんに手荷物検査をしてもらって中に入ることができるんですよ。でももちろん持ち込むことができないものもあるんですよ。それがこちらの危険物、武器場の製作物、そして大きなカート、キャリーバッグで自撮り棒一脚三脚、そしてアルコール類、そして食べ物、そして缶とか瓶に入ったドリンク、あと一人飲み物500ミリまでしか持ち込むことができないんですよ。でここで注目していただきたいのは食べ物に関することなんですけども、一応食べ物でもベビーフードは持ち込むことが可能なんですよ。だからぜひこれからちっちゃいお子様と行く方はベビーフードの持ち込みは OK って考えてください。そしておそらくこれからベビーカーをユニバに持ち込む方もいると思うんですけども、実はこのユニバではベビーカーをレンタルできるんですよ。それがエントランス入ってすぐ右側に進んだ場所で借りることができるんですよ。そしてこのベビーカーのレンタル料は1回1100円です。でこれ一応年齢制限があって3歳までのお子様しか借りることはできないです。あとこれなんですけども、基本的には予約はやってなくて当日に来て借りるっていう形なんですよ。で、まあ、今回来てる友達のお母さんに聞いたところによると、まあ、このベビーカーって結構数が限られてるんですよ。だからめちゃくちゃ混んでる日はもう売り切れる可能性があるらしいんで、これから借りたい方はなるべく朝のうちに借りるのがおすすめです。でも全然混んでない時は余裕で借りるらしいんで、ぜひこれから行く方はそこら辺も注意してください。あとベビーカー置く場所なんですけども、基本的にはユニバの全部のアトラクションもしくはショーには一応ベビーカーを置ける場所があるんですよ。だから一応ベビーカー置く場所には心配はないんですけども、一応任天堂ワールドに関したら任天堂ワールドに入る前の土管の右側に一応置く場所があります。だから任天堂ワールドに関したらエリア入る前にベビーカー置かないといけないんで、そこも注意してください。そして今から遊びに行くんですけども、まあ、せっかく遊びに来たんで今回はフェイスペイントをしようかなと思います。でフェイスペイントはお金を払ったら顔にフェイスペイントをしてくれるサービスで、これもちっちゃいお子さんでも体験できることができます。じゃあ早速やっていきます。で場所はいってらっしゃい。すごいできてきた、めっちゃかわいい、すごいめっちゃ似合ってるよ。そしておそらくこれからアトラクション行く方も多いと思うんですよ。でもユニバのアトラクションって基本的には身長制限があるんですけども、ユニバの身長制限のアトラクションのルールの基準って大きく分けて4つあるんですよ。でまず1個目が身長制限なしで体験できるアトラクション、で次が92センチ以上なら体験できるアトラクション、で3つ目が102センチ以上なら体験できるアトラクション、で4つ目が132センチ以上なら体験できるアトラクションがあるんですけども、まあ、3歳の子の平均身長がどうやら96センチらしくて、6歳の子の平均身長がだいたい116センチなんですよ。だから今回は102センチまでなら乗れるアトラクションを紹介します。
そしてここのワンダーランドにだけなんと予約乗りって言って一部のアトラクションを事前予約できるサービスがあるんですよ。でこれなんですけども、ユニバの公式アプリか発見機かで手に入れることができるんですけども、もし公式アプリで手に入れる場合、ユニバの入場券の裏にある QR コードをユニバの公式アプリに登録した後に予約乗りというボタンを押して予約乗りしたいアトラクションを押すだけでもう完了です。そしてこの一部のアトラクションというのが、まずはエルモのバブルバブル、そしてエルモのゴーゴースケートボード、そしてフライングスネーク、そしてモッピンバルーンタレット、この4つのアトラクションだけ事前予約できるんですよ。ですけどこの予約乗りの注意点なんですけども、この予約乗りは表示されている時間帯しか取ることはできないです。だから10時の時点で13時までの予約乗りがあったら、14時以降の予約乗りが出てかったら、それが表示されるまで待たないといけないです。あともう一個注意点があって、予約乗りは1日何枚も取ることはできないんですけども、同時間帯に複数取ることはできないんですよ。だから例えば10時までのフレングスヌーピーの予約乗りを取ったとしたら、10時以降じゃないと次の予約乗りは取ることはできないんですよ。そこら辺は注意してください。でもこの予約乗りもう使ったらもう一瞬でアトラクションに乗ることができるんで、マジでおすすめですやったね、乗れるよ。予約乗りを使ったらこの長い待ち列をすっ飛ばしてすぐ行けるんよ。楽しそう。楽しい？よかった。みんなでめっちゃ回そう。いこいこ、めっちゃ回すぞ。はい、じゃあユニバのアトラクションの身長制限を紹介しました。ですけど、まあユニバのパーク内には、まあ、このアトラクション以外にもいろんなショーがあるんですよ。でこのショーに関しては基本的には身長制限がないので、ちっちゃいお子様も見ることができるんですよ。だからこれから子連れで行く方はショーを中心に回るのもありです。でユニバのショーって常設のショーとシーズンもののショーがあるんですけども、今回は常設のショーは全部紹介して、シーズンもののショーは一部紹介します。
はい、じゃあユニバのお子様でも楽しめるショーを紹介しました。で、おそらくこれからユニバに行く方の中にはレストランでお食事取る方もいると思うんですよ。で、ユニバのレストランには例えばキッズメニューが売ってるレストランとか、あとはベビーフードが売ってるレストランとか、それをもう一気に紹介します。じゃあもうご飯来るよ。来た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 。どう？デザートやな。これ何だ？これだ。おお、すごい。おいしそうや。開けれるかな？開けれるかな？開けれる開けれる。おお。美味しそう。ドラえもんかい。ドラえもん。かわいらしい。いけるかな？いけるかな？反対反対。いけるいける？おお、おお、美味しそう。どんなんどんなん？美味しそうやん。それ多分スナックやわ、スナック。お菓子がついてくるんや。よかったね、お菓子ついてきて。はい、じゃあユニバのショーを紹介したんですけども、ユニバのパーク内にはこのアトラクションショー以外でもお子様が楽しめる施設があるんですよ。それを紹介していきます。捕まったよ。なんか悪いことしたんかな。そしてここのスヌーピースタジオはほんまにいろんな遊べる施設があるんよ。だからもうここ一日いるだけで子供遊べる。まあそのぐらいすごい場所なんで、あと、まあ屋根があるので、暑い日は涼しいし、寒い日は暖かくて、雨の日でも遊べる場所です。てかもう超おすすめやな。
そして、ここのプレイランドもワンダーランドにあるんですけども、まあ、ここも室内なんで、暑い日も寒い日も雨の日も最高です。でも、ここの遊具の風に関したら、まあ、先ほどのスヌーピースタジオよりかは若干ちょっと少ないんですけども、まあ、ここも子供が遊べる空間なんで、ぜひこれから行く方は、また参考にしてください。おお、そしてここの施設にはいろんなゲームがあるんや。で、このゲームは基本的に無料で遊ぶことができて、まあほんまに誰でも理解できるような簡単なゲームなんで、ぜひこれから行く方はまたここでゲーム楽しんでください。で、ここも室内なんで暑い日も寒い日も雨の日も最強です。はい、じゃあその他楽しめる施設を紹介しました。で、それ以外にも、ユニバには、まあ、いろんなキャラクターグリーティングとかもあるんですよ。で、これもちっちゃいお子さんもね、楽しむことができるんで、こういうキャラクターグリーティングとかに行くのもありです。で、このキャラクターグリーティングには、まあ、定番のグリーティングとか、あと、シーズンものの限定のグリーティングとかもあるんですよ。やっほーやっほーやっほーうわーやっほーやっほーうぅあと、子連れユニバで結構気にするのが、迷子になった時なんですけども、迷子もしなったら、ユニバのエントランスに入って、左側にあるゲストサービスに行ったら対応はしてくれるんですけども、それ以外にも、パーク内にいるクルーさんに行ったら、一応連絡とかしてくれるんで、とりあえず、迷子になった時は、パーク内にいるクルーさんに言うのがおすすめです。あと、これからユニバに行く方の中には、ベビーベッドが必要な方もいると思うんですよ。で、基本的にベビーベッドはユニバの全トイレについてるんですけれども、一応場所に関したらユニバの公式アプリから自分の位置から近いトイレを調べることができるので、まあ、これから行く方はぜひユニバの公式アプリ登録してください。あと、これから子連れユニバする方の中には授乳とか、あとはおむつ替えとか必要な方もいると思うんですよ。で、ユニバにはそういうサービスが一つの場所にある
ファミリーサービスっていうのがあるんですよ。で、ユニバのパーク内にはファミリーサービスが2つあります。以上がファミリーサービスです。で、一応ユニバのパーク内にはこのファミリーサービスがエントランスとワンダーランドの2カ所しかないので、これから行く方はそれも注意してください。で、まあ、ついでに紹介するんですけども、ユニバのパーク内には有料ロッカーがあるんですけども、この有料ロッカーに関しては1回きりしか使うことはできないんですよ。だからお金を入れたら1回しか出し入れすることはできないんですけども、なんとこのワンダーランドには500円で1日何回も開け閉めできるロッカーがあるんですよ。すごくない？しかもこれ利用後100円玉が返却されるから、実質400円で開け閉め自由なロッカーが使えるんよ。で、これワンダーランド限定なんで、ぜひお子様いる方は使ってください。できたよ。なるほどね。分かったけど、こうか。うん。で、このままでもいいし。あ、ほんまや。うん。オッケー。できた、できた。すごい。じゃーん。はい、じゃあ今日は、子連れユニバの基礎知識を紹介しました。で、今日、一日遊んだんですけども、もう楽しすぎて、もう時間の経過一瞬やったわ。で、僕普段よく一人で行くこと多いんですけども、もう子供で行ったらもう1000倍も1兆倍もうそれ以上楽しかったわ。もうすごい幸せな環境あった楽しかった。そして最後に、まあ、子連れユニバをして僕が思った、まあ、注意するべきことを紹介します。で、僕ちょっと思ったのが、例えば歩いて10分行ける道のりあるじゃないですか。でも子供と行った場合、やっぱユニバって途中で、例えばフードとかキャラクターグリーティングとかショーとかいっぱいやってるんですよ。だから子供って途中で立ち止まったりするんですよ。だから、まあ、10分ある道のりでも30分ぐらい時間かかったりしたんですよ。だからまあ、これから行く方はきっちりとしたプランを立てない方がいいと言います。というのもきっちりとしたプラン立てても、もうほとんど思い通りにはいかない。まあこれ個人差あると思うんですけども、ほとんど思い通りいかない可能性があると思うので、まあざっくりとしたプランを立てる方がいいですわ。だから何時何分にこれ、何時何分にこれとか立てない方がいいですわ。だからもうほんまに大雑把に作る方がいいです、プランは。で、今回その予約乗りで、まあアトラクション行こうかなと思ったんですけども、予約乗り取ったとしても、もう予定通りに行かないことが多いんですよ。だから予約乗りでもう2時間後とかのアトラクションを取ったとしても、まあ、その時間帯に間に合わないことが余裕であるので、まあ、これから行く方はそこも注意してください。あとお昼の時間がとにかく長い。というのはやっぱ子供って食べるペースがあるので、お昼時間はちょっと長くなる可能性があると思うので、そこも注意してください。あとやっぱり思ったのが、やっぱトイレって急に言うんですよ。だからトイレの場所とかは、やっぱ公式アプリとかでちょくちょくチェックするのがいいです。ほんまに、今日もアトラクション並んでる時も、途中でトイレって言ったんで、ちょっとそういうのがありましたわ。あと、飲み物も結構消費しますわ。もう今日も、丸一日遊んだら、ペットボトル6本ぐらいは消費したんですよ。だから、これから行く方は、飲み物にも注意してください。まあ、かな、僕がちょっと思ったのが。で、これが好評でしたら、まあ、いろんなシーズンでの、まあ、子連れユニバプランとかをあげようかなと思ってるんで、また今のうちにグッド評価お願いします。以上、子連れ初心者、まめちゃんでした。これはほんまやな。はい、じゃあこれからもいろんな動画あげると思うんでね、ちょっとグッド評価、ちょっとボタン忘れたけど、バーイ。